女優の長濱ねるが、24日放送の TBS 系、人生最高レストラン、毎週土曜夜11時30分に出演。欅坂46時代を振り返った。長濱ねる、上京当初は、半年以上ホームシックになってた。元欅坂46の長濱は、高校2年生の時に地元、長崎から上京。最初は狭い細長いワンルームに住んでた。ベッド置いたら歩くのが精一杯ぐらいで、段ボールをひっくり返して机代わりにして、そこの上でコンビニで買ったご飯とかを食べてた、と振り返った長濱は、電車の音とパトカーの音と車の音で夜眠れなくて、怖くて、すごい騒々しいなって、最初は半年以上ホームシックになってました、と東京になかなか馴染めなかったことを明かした。バル、長濱ねる、欅坂46時代を解雇また、欅坂46在籍時について、当時は疲れちゃったりとか、できないことや知らないことが多かったり目まぐるしい日々だったんですけど、今思うとすっごい楽しかったなって思います。と解雇、ライブとかでお客さんと直接会ったりとかっていう機会がもうないので、すごい贅沢だったなと思います。応援してくれる方の声を直接いただけたりとか、同世代の子と一緒に現場に行って、帰り道一緒に電車で帰ってっていうのもすごい心強かったし、楽しかったなって、と当時を思い出し笑顔を見せた。